はい、どもれです。今回聖子ちゃんの悪魔と雲海賊同盟大乱戦星10の本に挑戦していこうと思います。で、まあ今回は、即属性歌を、船長にしつつやっていこうかなと思っております。で、キッド・ロー、ルフィ、ブルック、プリンといった形になってますと。まあプリンがね特攻キャラではないんですけど、まあ使いやすいということで使ってますと。まあ全員するのであれば、プリンは使いたいという感じにはなってますかね。うん。でまあサポートでキッドローのところに、キラーを入れている形になってます。まあちょっとキラー入れないとね、ダメージ減が解除できないということで、キラーを入れたっていう形になってます。まあということでやっていこうかなと思ってるんですけど、まあここで一つだけ謝罪と言いますかね、まあ知らなかったっていうのもあるんですけど、前回出したね、本気周回編成といった形で出させていただいたんですけど、まああれ4回のギミックが、まあ一応自分やってた時が、まああの動画撮る前5回ぐらいやったんですけど、その5回中全部デレシシシが出てきたんですよサウロが出てきたんですよ。デレシが出てきて、デレシ出てきてたからもうデレシしかないのかなと思ってたんですけど、あのロビンのお母さんも出てくるんですよ。あれ何でしたっけ、オルビナだったかなんかね、いると思うんですけど、まあその可能性もあるっぽいんですよ。うん。でそれによってギミックも変わってくるらしく、多分あの編成だと、攻略できない、うん、そのロビンのお母さん来た時に攻略できなくなるっていうのがちょっと発覚しまして、またちょっと編成変えないといけないなとは思ってるんですけど、まあその編成をもう一回出すか、コメント欄でね編成の詳細を書こうか、まあ、迷っているんですけど、うん、まあそれはどちらかで、訂正はさせていただきますので、いや本当に申し訳ないですという形になってますと。言う形になってますってなんだよね言う形ますって何、うん、まあ、ということでね、そんなことは置いといて、いきましょう。早速攻略していきましょう。まあ、こちらも全員で周回できますので、ぜひとも皆さん、参考にしてみてください。いきましょうが。まあ、一応この編成は、まあ、初心者編成といいますか。うん。まあ、フレンドにロビンだったり、ナミがいないよって方向けですね。いきましょう。まず、亀倒しますと。こんな感じで倒していきますと。うん。で、削っていってください。まあこれで全員一致ができますよといった形になってますかね。でここでキッドローの必殺技使っていきますよと。まあそうすることで道中飛ばしてもできますよという感じですかね。うん。でバトル3きます。ブラックマリアで、ここではまあ有利スロットが通常のスロットと同じ扱いになるっていうのと、ぐらいですかね。あと 1R 効果なんですけど、 1R 効果は、追撃でで倒せるので、うん、問題ないかなと。でここで歌の必殺を使ってください。でついでに超過も使って、プラス値を上げていきましょう。まあこれで火力もだいぶ上がってくれるかなと。であとは大丈夫ですかね。まあ一応これ試した感じですけど、フリースロットであっても火力的には問題なかったので、うん、大丈夫かなと。いきましょう。まあこんな感じで削っていけば倒せるかなと。プリンであの火力出るので、うん、全然大丈夫かなと思ってます。で、ここで倒していきますよと。で、ここで変わってくるらしいですね。うん、前回自分はデレシ出てきたんですけど、デレシシシが出てきたんですけど、はい、来ました。来ました。ここで変わってくるんですよ。ロビンのお母さんが来た場合、船長効果無効が8ターンと、巻き戻しが2ターンですか？うん。っていう感じですかね。うん、巻き戻しが2ターン来るといった形になってますと。でちょっとすいません、もう1体サポートいましたね。今ルフィのとこに何でしたっけ、レイディを入れさせていただきまして、船長効果無効を1ターンでも解除するために入れている形になってます。まあ、なのでルフィのとこに、まあ、別にレイディじゃなくても他のキャラでも代用できるっちゃできるのかな。うん、まあ、という形でいけばいいかなと。でここで、プリン使っていきますと。プリン使います。必殺短縮していきます。でお邪魔スロットも実スロット変換で保存することができるんですけど、保存することで必殺短縮マックスまでもう一回溜まりますので、
まあ、攻撃かスロットどっちでもいいんですけど、やっていきます。で保存した後は、もう一回打てますので、もう一回打つことで、戦場効果無効を完全に解除しつつ、ヒサ短縮も貯められますよといった形になってますかね。で、そうですね、もしデレシが来た時は、先にプリン1回使う、で必殺短縮を短縮させる、まあ、保存するかしないかはどっちでもいいんですけど、1回使って必殺短縮させる、その後にブルックを使って攻撃力ダウンと封じ、6ターン解除できますので、それで解除していく、それで大丈夫ですかね。うん、それで今の状態という形になってますかね。この状態に戻ってくるよと。まあなので、まあここでブルック使っちゃってもいいですね。なのでブルックも使っちゃいましょう。ブルック使ってば、まあ、スロット自由に動かせるんですけど、まあこれは別にどうでもいいです。どこに動かしても問題ないです。で、まあ基礎攻撃力上げつつの、まあなると。でまあしびれが来てるので、ちょっとここは気をつけないといけないですね。どれぐらいのダメージかはわからないんですけど、あんまりパーフェクト取りたくないですね。でここで歌使ってください。もう一体の歌の必殺技使って全員レンスロットに変換させますよと。で、チェーンケースのプラス値、あ、増加ですね、増加が 1.2 倍かになりますよという感じですかね。でまああとはそのままタップで問題ないかなと思ってます。いきましょうか。まあグレート取っていきましょう。できるだけパーフェクトはあんまり取らずいきますか。まあ大丈夫そうですね。うん、火力的にも問題なさそうなので、まあ、ちゃんとグレート取っていきましょうという形になってます。で撃破時の行動で中段右、キャラと歌が入れ替えになりますよと、まあ船長入れ替えになりますよという感じになってます。でブラックマリア来ます。でまあしびれ7ターンは、歌の船長効果で解除されてますと。でここでまあ、タイプ召喚も使えるようになるんですけど、キーラーが発動してダメージ軽減を1ターン解除してくれますよということで5ターン5ターンになると。でルフィを使いますと。で攻撃上昇かかるんですけど、もうすでに攻撃上昇かかっているので、攻撃上昇かかったことにならないということで、ダメージ軽減と一定以上ダメージ軽減だけ4ターン解除してくれますよと。で超過も使いますので、超過使うことで属性相性強化で属性相性強化 1.75 倍にしつつ、ダメージ軽減と一定以上ダメージ軽減を一旦ずつ解除すると。で歌の超過使いまして、それでプラス値上げると。でまあここで倒しても、あ、倒してもというか、そのしびれ3ターンあるんです、あ、しびれじゃない、やけどが3ターンあるんですけど、まあやけどは、倒してしまえば、ダメージ受けないはずなので、ここはもうパーフェクト取りに行って大丈夫かなと思ってます。ということで行きましょう。でまあしびれの、あ、やっぱ2万ぐらい食らうんですね。まあなのでちょっと怖かったですね。まあという感じで攻略できそうですかね。うん、でまあしびれは効かないので、こんな感じで攻略できますよといった形になってます。いやー、まあ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 、ちょっと前回はね、うん、微妙な編成をちょっと用意してしまって申し訳ないんですけど、まあ、今後ちゃんとした編成を出すか、もしくはそこの動画に、訂正を入れるかしますので、それを見ていただければいいかなと思ってます。でまあついでなので、ちょっとデレシ出るか、デレシが出てくるかちょっと試しましょう、もう一回、うん、デレシが出てくるか試しましょう、一回飛ばします。はい、ということでね、やっていきましょう。まあデレシが出るかっていうのを確認するためにもう一回やってるわけなんですけど、さあデレシが出てくれるかどうかっていうところではありますかね。まあ手順の見直しということでもう一回回りましょう。まあ倒して、ここで道中飛ばしして、うん、でバトル3ではブラックマリア来ます、ブラックマリア来ます、歌必殺使います。で、タップで、あ、超過使ってからのタップで大丈夫ですよと、うん、こんな感じで倒して、で追撃で1チャイル効果倒していく、うん、で第4バトル来ます。ここでデレシが来てくれるかどうか。デレシ、デレシ来た、ナイス、デレシシ、デレシシシシシシ、テンション高いな。で封じが、まあ、8ターンだったんですけど5ターンになりましたよと、能力解放で解除されてますよと。
で、まあ、レイディ発動で3ターンになってますと。で、ここで、普通にプリン使いますと。プリン使うことでみんなの必殺短縮できますよと。まあ、さっきは2ターンですけど、こっちは1ターンなので、1回使うだけで十分ですと。もうプリンは使わなくて大丈夫です。で、ここでブルック使って、攻撃力ダウンが、5ターン来てるのと、封じ、もう1ターン解除していきますよと。で、まあ、ランダム変換あるんですけど、まあ、移動があるんですけど、どうでも大丈夫ですかね。うん。で、歌使って、全員のスロットをレンスロット変換させつつ、チェーンケース増加量が、上昇と。っていう感じで、あとはタップで大丈夫ですかね。うん。ここは、あとはタップで問題ないかなと。いきましょう。まあ、先ほどの時よりみたいに、その、やけどがないので、パーフェクト取っても問題ないですかね。うん。で、倒していきますよと。で、まあ、ここからはほとんど変わらないですね。はい。まあ、最初のその、ギミックが変わってるっていう形になってますので、まあ、そこ気をつけてくださいよと、いった形になってますかね。まあ、自分もこのデレシしか出てこなかったので、もうサウロしかね、もうサウロしか出てこなかったので、もうどうしようもなかった。うん。まあ、なので、本当に申し訳ないとは思ってるんですけど、許してください。すいません、本当に。いやー、ちゃんと確認すべきですよね。いやー、でもなー、なんか、そのちょっと前のそれこそ大乱戦の時とかってなんか属性によってギミックが変わってるみたいなのがあったんですよ。もうランダムであのギミック変わるのかなと思っていたんですけど、なんか属性で変わるみたいなのがあって、まあなので特定の属性でいけばそのランダム操作、まあなんか入れ替えとか持ってればね、あの自分でこう操作できたりだとかっていうのがあったので、今回も大丈夫なのかなと思ったんですけど、変わっちゃうんですね。なんだなんだ。まあ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 、あとは倒していきますか。はい、あとはタップです。タップでいきましょう。まあプリンは1回だけ膝使えれば問題ないので、あとは大丈夫ですかね。はい、まあ、ということでこんな感じで、攻略できますので、まあ、歌持ってて、他のキャラも持ってますよって方はぜひとも参考にしていただきたいなと。で、まあ、一応ねここにブルック入れてますけど、3時でもいいです。うん、それこそ3時の方が倍率高いので、3時持ってる方は3時の方が全然いいのかなと思ってますかね。うん、まあ、なので持ってない方は、まあ、ブルック持ってないよって方は3時で代用してもらっても全然問題ないです。まあ、あとは、まあ、プリンはもう代用いないんですよね。うん。全一するならもうプリンしかいないですかね。まあ、なので、プリン持ってるよって方はぜひとも、試してみてください。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。